体型は縦1列、先頭は3番の根田、3番手2番の伊藤、後ろから高橋真也動いてまいりました。福島勢一本棒を崩してまいりまして、ひとまず隅田もここに続いていきます。中段から上がるか2番車の伊藤朝日、残り2周8番のサラヤがさらに前を抑えに行くんですが、ただ4番車の高橋もペースアップ譲りませんか。ここも高橋、サラヤ、ジャンマイ踏み合いになってくるか。おっと1番車の指揮音とちょっと呼吸が合わない。4番車の高橋がこれで番手にはまりました。先頭は8番のサラヤ、ただ援軍がありません。2番手に収まったのが4番の高橋、外から1番車の指揮を追い上げてまいりまして、ちょっとここは山崎と絡んでいく。ここで2番車の伊藤朝日がまくってくる。熊本勢のまくり、あとは後方から3番の根田も踏んでまいりますでしょうか。先頭2番の伊藤に変わるんですが、外を通って3番の根田、根田やってまいりまして、追走が9番の小原と、ここは神奈川勢、南関東勢ができりました。あとは3番手争いとなってくるか。4コーナーを回ってくる、番手から9番の小原、小原最後は抜け出したか。